夜の雪道は歩きでも怖いな。こんな大荷物で転んだらまた大怪我するぞ。酷使されてるな、カナタさん。ああ。つぐみさんは壊れる寸前までこき使うからな。頑張るがいい。まったく、なんだってあんなところの水が欲しいかね。あの辺は料理に向いている軟水でな。それに竜神の聖地でもあるし、神の力を借りるという意味もあるんだろう。へえ、料理が神頼みってのはどうだか。やっぱりメイコはいろいろ詳しいんだな。ん？住野がさ、神社の立て看板の話をしてくれて、本当の伝説は違うとか。そうか。結構悲しい話なんだな、本当は。まあな。しかもこの村はまだ怒りが溶けていない。だから雪が降り続けるんだ。へえ。昔の人はお天気なんかもうまく神様と結びつけるもんだな。いや、そうではないのだ。え？ああ、いや、なんでもない。呼び止めてすまなかったな。労働を続けてくれ。うん。なんだろう、伝説の話をした途端暗い表情をしていたけど。はあ、やっと着いた。ただいま。それじゃあ一晩様子を見て。多分長湯でのぼせただけだと思うから。ありがとう、清志郎さん。いつも助かるわ。いいんだよ、医者の務めだし。うん、夜でも来てくれるし、ほんと頼りになる。つぐみさん。清志郎さん。あの奥様、水汲み終わりましたですよ。わっ、かなたちゃん、お帰りなさい。あ、君がかなたくんか。うちのメイコが驚いていたよ、驚異の回復力だって。僕も、うん、驚いた。この二人、怪しい。あの、こちら、清志郎さん、お医者様よ。あ、よろしく。でも、それでメイコって、あのメイコですか？多分、あのメイコだと思うけど。一緒に住んでるんですか？そうなるね。また泣いてるよ。今度は何したんだ？もう泣かないでよ。お店の指輪使おうとしたの僕なんだから。でも、でも、それでお母さんとつぐみ姉ちゃんにかなたちゃん叱られたよ。僕は大丈夫だから。それに旅館のお部屋の中なら遊んでいいって。結婚ごっこ？そんなことしたっけ？あ、したな。スミノと一緒にいたくて。大きくなったら買ってあげるよ。大きいの。本当？うん、100億万円くらいの。100億万円？すごい。へへ、すごいだろう。100億万円ってすごいの？えっと、すっすごいお金持ちだぞ。そうなの？やったー、100億万円。じゃ、続きしよう。うん。あ、でも、ダメだよ。どうして？お花の輪っか、ないよ。え、さっきお庭で作ったのに、どこ行っちゃったの？うよ、わかんない。わかんないよ。花嫁さん、わかんないよ。どうしよう。ゆう、花嫁さん、なれないよ。あ、白いカーテン。
そうだ、スミノ、ねえ、こっち来て。よ、輪っかはないけど、代わりにこれ。なるほど、レースのカーテンをベールにしたのか。頭いいな、子供の俺。わあ、きれい。これをね、スミノの頭の上に。ほら、こうすれば。花嫁さん。うん。私、かなたちゃんのお嫁さん。うん、僕のお嫁さん。ほんと？ほんと。わーい、わーい、私、かなたちゃんの花嫁さん。はぁ、無邪気だね。かなたちゃん大好き。ああ、そういうことか。スミノはこれを思い出して欲しかったのか。あれ、ってことはスミノはあの日から俺のお嫁さんって決めたのか。そんな、あ、いや、でも、あ、いや、参ったな。え、それじゃあ行ってきます。はい、お願いね。おお、昨日とは違っていい天気だな。なんだか気分もいいし、荷物も軽々運べる。はい、到着。カナタちゃん、おはよう。おう、あんな夢見たから。お嫁ちゃんか。ん、どうしたの。え、いや、なんでもないぞ。あっと、水が満タンになったな。あ、次、次っと。ん？よし、こっちも満タン。よっこらしょ。あ、落ちる。カナタちゃん、危ない。な、危な。スミノに抱きつかなかったら落ちてたぞ。ありがとう、スミノ。危機一髪だよ。うん。いい匂いだな、スミノ。こんな香り前はしなかったな。な、スミノのお腹鳴ったな。え、違う、カナタちゃんのだよ。そうか。まあ、その昼飯にするか。うん、今日は私も用意してきたし。どうせあんまんだろ。それだけじゃないよ、お弁当作ってきたの。しょっと。おお、三段お重。中身も充実じゃないか。スミノが作ったのか。うん、ちょっとだけお母さんに手伝ってもらったけど。はい、あーん。またあーん。はいはい、もう、あーん。どうかな。うまい。つぐみさんのといい勝負だ。本当？うん。へえ、スミノって料理できるんだ。意外。いっぱいいっぱい練習したよ。なんで？えへへ。ん？あ、そういうことか。ん？どうしたの？お顔真っ赤だよ。ん？なんでもない。ん？次、何食べる？うん。え？卵焼き？うん。あ、唐揚げにしようか。それとも里芋？うん、どっち？うん。ね、かなたちゃん。うん。かなたちゃん、お休みの日にどっか行こう？え？決まり！あれ、何が？かなたちゃんとお出かけ。なんか、うまく騙された気がするけど、まあいいか。お出かけ、お出かけ、カナタちゃんとお出かけ。休みがいつになるかわかんないぞ。つぐみさんと休みのことについて決めてないんだから。いいの、お出かけ。ただいま、お出かけ。何を言ってるの、この子は。お邪魔します。いらっしゃい。そろそろだと思ったわ。
こら、スミノ、あんまの前にカナタ君にお茶を入れるとかなさい。でも今日あんまんそんなに食べてないから。あとからでもいいでしょ。本当にもうあ、今日の買い物メモ見せてくれる？あ、はい、これです。ありがとう。大根にかぶら。あ、根野菜ばかりね。今日は重いわよ。覚悟してますさすが男の子。じゃ、ちょっと待っててね。スミノ、早くお茶出してあげるのよ。はーい。ちょっと腰掛けるか。ちょっと。それにしても、田舎のよろず屋って感じだよな。懐かしいっていうか。お菓子にジュースに、干し柿、干し芋、洗剤に、ちょっとしたおもちゃ。あれ？あれは子供用の指輪か。ガラス玉とプラスチック製か。でも意外に綺麗なもんだな。こら、かなたくん、またその指輪持っていくつもり？え、あ、そうか、やっぱりこの指輪だったんだ覚えてるの？少しだけ。怒られたなって。スミノがすごく欲しがってね。だからカナタ君持ってっちゃったのよ。ふん、でも今じゃこんなのいらないんだろうな。そんなことないわよ。時々指にはめてうっとりしてるから。変わらないな。自分のお小遣いで買ってもいいわよって言ったら待ってるからいいんだって。待ってる？そう、誰かさんがくれるのをね。お茶、お待ちだよ。お、サンキュー。あじ慌てちゃダメだよそれから一週間、働き詰めだった。土日は当然お客さんがやってくるから宿は休めない。というか、年中無休が旅館の基本だ。それに冬場だというのに、毎日きちんと客は来る。雪見風呂がごちそうだからね。なるほど、この村なら確実に実現できる。毎日入ってるけど、あの露天風呂の風情はたまらないもんな。でしょう、自慢のお風呂だもの。龍神様も入ったっていうくらいなんだから。それも伝説？そう、伝説。龍神様絡みの伝説はいっぱいあるわよ、この村。ふん。あ、そうだ、かなたちゃん、あさってお休みしていいわよ。え、なんで急に？つぐみさんらしくもない。余計なこと言わないの。ちょうどお客さんの予約がないの。慣れない仕事で疲れたでしょうから、特別休暇よ。ほんと、やった。あ、でも飛び込みのお客さんとか来た時は？いいのよ、予約もしないで来るような人にはカップラーメンでも食べさせちゃうんだから。でも龍神の滝のお湯だから高級よさすがだ。かなたちゃんのお休みを待ってる人もいるみたいだしね。な、何が？ごまかさない、ごまかさない私とさゆりさんは長年の付き合いなの。まったく、これだから豊島は。あら、何か言ったかしら。歳を取ると耳は遠くなるわ、記憶力もなくなるわ。さっき決めたお休みの話も忘れちゃうかもね。いや、何も言ってませんよ、つぐみ様休みの日をすみのに告げると大喜びだった。どこに出かけるのかと思ったら龍神湖。バスに乗って近くの町まで行くことまで考えていたから拍子抜けした。とはいえ、スミノとゆっくり会えるのも村に来て初めてだ。デートだもんな、一応。何着てこうかな。柄にもなく俺は興奮していた。そして休みの日当日。
すっごい吹雪。それに冬の雷なんてね。この村でも1年に1回あるかないかなのに、ついてないわね。あら、どうしたの、かなたちゃん。布団を頭からかぶって。ダメなんだよ。何が？あら、雷ダメなの？綺麗じゃない。知らないけど、子供の頃から大嫌いで。そうなの。それにしても、これじゃ開店休業ね。こんな吹雪じゃ村の人でも遭難しちゃう。お客さんがいなくて逆に良かったかも。ほんと弱いのね。あらら、電話。まさか今から来るお客さんじゃないでしょうね。はい、龍神天守閣。あら、さゆりさん、どうしたの？え、すみのちゃん？すみの？来てないわよ。まさかこんな吹雪の中外に出たの？つぐみさん、どうしたの？あ、かなたちゃん、今日はデートするって聞かなくって、止めたのにこっそり出てっちゃったみたいなのよ。まさか龍神湖に？そこに行く予定だったの？俺、とにかく探してくる。お願い、私も探してみるから。もうあのバカ娘。ちょっとかなたちゃん、気をつけるのよ。山はすっごく危ないから。うん、でもとにかく探してくる。あっ、すっげえ、目の前真っ白だし、俺が遭難しそうだよ。やめてくれ。もうスミノ、どこ行ったんだ。なんとか神社まで来たぞ。石段が雪に埋もれて見えない。あれ、でも足跡が。これスミノか。ものすごい風だ。なんとか湖まで来られたけど、あいつ本当に来たのか？いない。スミノ、いたら返事をしろ。スミノ、いるのか？うわっ、近くに落ちた。勘弁してくれ。スミノ、出てこないとひどいぞ。こっち。あの声、かなたちゃん。こっちから聞こえたぞ。スミノ、どこだ。ここ。スミノ、やっぱり来てたのか、こんな洞窟みたいなとこに。だって、お出かけ。バカ、危ないだろ。うん、さよりさんもめちゃくちゃ心配してたんだぞ。ごめんなさいだよ。でもかなたちゃんとお出かけしたかったの。まったく、こんなに雪もかぶって体が冷たくなってるじゃないか。かなたちゃん、あったかい。そんなに焦らなくても、もういつだって会えるじゃないか。そうだけど、もっといっぱいいっぱい一緒にいたいよ。俺もだけど、でもこんな無茶もうダメだぞ。もし事故でも起きたら、俺のお嫁さんいなくなっちゃうじゃないか。え？そうだろ？うん、スミノはカナタちゃんのお嫁さんだよ。だったら、こんな無茶はもうダメだぞ。カナタちゃん、好き、大好きだよ。うん、俺も。
ずっと待ってたよ。カナタちゃんのお嫁さんになるの。そっか、待たせちゃったな。ううん、いいの。でも、でも本当に。お帰りなさい。うん、ただいま。カナタちゃん。スミノ。どうした？嬉しいけど恥ずかしい。カナタちゃん、雷怖いの？ちょっとな。弱虫。うるさいな。いい子いい子、怖くないよ。まったく。スミノ！今日という今日は許さないからね。ほら、スミノ、ちゃんと謝るんだ。ごめんなさい。もうあんたに万が一のことがあったら、もうごめんなさい、お母さん。お説教は後でたっぷりするから、まずお風呂に入って体を温めてきなさい。かなた君にもお礼を言って。かなたちゃん、ありがとうだよ。それとごめんなさい。うん、もうあんなことするなよ。はい。もうかなた君には素直なんだから。スミノちゃん見つかったの。よかったわ。村の人も探そうかって話が出てたから。まさかあんな吹雪の中出ていくなんて。愛よね。え、何をいきなり。カナタちゃん、実はちょっと嬉しいでしょう。そんなことはあるかな。もうのろけてるわね。悔しい。私だって旅館のおかみやってなければ。耐え忍ぶと書いておかみと読むのは本当なのね。着物姿でそんなことを言うと演歌歌手みたいだぞ。いいの、そんな心境だから。はあ、愛の炎に導かれ吹雪の中も突き進むのね。本当本当に演歌の世界になってきたな。その夜、今日のことを思い返した。なんとなく再会した時から一緒にいたけど、二人の気持ちを確認したのは初めてだ。なんだかすごく嬉しい。